ラちゃんオープン最終日です。だいたい前方が見渡します。今日は海岸線の手前に山の群が1個あって、往来行くとくっきり分かれてて、はい、テレアップの逆転走もくっきり見えます。雄大石油のあるところが高い山で、あそこがブロックして、風をブロックして、ここはいつも飛べる環境になっていると思われます。できました。最高です。スタート前のガズルです。はい、スタートです。タイムポット取りました。あと奥の山取って、あと沖を2往復でゴールです。はい、ニャーチャンオープン、はい、ゴールしました。非常に風光明媚というか、あの海が青いですね。青くて綺麗な、ロケーションです。この季節、ご覧の通り積雲が発達するような、エリアですけれども、今日は結構いい日でしたね。十分に、レースを楽しめて、ショートタスクですけど結構難しくて、上げ直しの技を競うようなレースでした。すごいポテンシャルを感じます。あの奥の山が、西風をプロテクトしてて、こっちが最前線の、海のあたりから、多分この内陸部も、風がわりかし穏やかな、トワーリングコンディションのはずです。素晴らしいタスクを組んでくれた、キムさん、ボランザー3に乗っていただいた、バンさんだったかな、ありがとうございます。今日も少し、ビデオを撮ったりして、楽しませていただきました。なかなかこのね、リーサイドがいいポイントなんですね。やっとわかりました。今日は何度か助けられました。